さあ始まりました、ノンフィクション家族のお時間です。ということで、ということでまあさっき僕たち海に行ってきたじゃないですか。そうですね、そうだね、聞いてきたし。でまあね、このようにハーパンを履いてきたと、うん、ってなるとこの露出が増えるだけですよ、肌の、うんうんうん、腕だったり足だったり。そうだね、暑いからってなった時に、今清潔感のある男子がモテるんですよ。 YouTube の広告でね、Z リムーバー、そう出てくるんですよ。だから除毛したいなと思うんですよね。やりたい、やりたい、やりたい、モテたいよ。ですよね、モテたい、ですよね。俺が一番一番思ってる、ってもうまずは清潔感から。肌の色はどうにもできないですけど、スキンケアだとか毛の処理とかは努力でどうにかなると思うんですよ。うん、そうだね、だから今日は除毛の方していこうかなと。どうやるんですか？ビタ止めってことで、はい、これドンキで買ってきました。おい、どこまで行くの？ありがとうね。ありがとう、ありがとう。ずっと商品紹介したかったんですけど、ちょっとやらせていただきますね。ブーン、ブッシック、ボン、ジョン、バーン。除毛剤、イエーイ。ドンキで買ってきました。ちっちゃい声で、シュー。じゃあ、塗っていきましょう。はい、やっていきましょう。なんか、毛を全部覆うって書いてあったから。え、じゃそんな、俺のさ、毛の量じゃさ、とんでもねえクリームの量するよ、これ。1本じゃ足りねえよ、これ。だって、1ミリ、2ミリの層を作るよね。片足1本出るね。匂いは、あれみたい。なんかね、女のね、ブリーチみたいな。あ、そうそうそう。女のブリーチ。こいつ何書いてるよ、やべえ。白いね。毛がなかったら、ね、絶対美脚になるって言われてますから。じゃあこれから美脚になると思う。何言ったいっすよ。塗り方なんかやろ。もっと。なんか早速毛がちょっと手についてる。マジで？うん、ほら。いや。え、すっごい。もう多分ちょっと効果できた。出てきました。ちょっとマジで、この毛をちょっと。ちょっと毛ついてる。本当だ。じゃあ俺もやっていい？はいよ。着着実と取れてきた。着着着着着着実と着着実。初めて聞いた。膝頭。膝頭。膝頭。初めて聞いたわ。初めて。膝小僧でしょ。じゃあ。もう一つやってお前もうちょっと見てください、私の密林の中に雪が降りました。雨は夜更けすぐに雪へと変わる。俺らの雨だろ。抜けてね、抜けてる、抜けてる、やべえ、すげえ、もう途中経過、ちょっとこれ、やば、これ見てください、汚っ。これさ、カツオ節みたいになりましたよ。今これは期待ができますね。俺痛いよ、俺痛くない、痛いヒヤーっとするな。でもお前失敗の話してるの。それワードフルだわ。前回のワードフル見てください。それじゃあこの、ああ強い、臭い。それではこの除毛した毛の方を拭いて取っていきたいと思います。レッツゴーゴー。それでは帰ってきました、帰ってきました。ちょっと僕らして、これ腕おっかんとかな。2人は別に死ぬって。それでは水洗いの方はい、やってきたということで、はい、はいはいはい、せーの、ドンで見せますか。わかりました。じゃあ見せましょう。いいですか。大丈夫です。せーの、ドン。俺の腕。めっちゃ綺麗じゃね？裏からの表。そして2階の表。めっちゃそれだね。2階の裏。3階の表。
あと6人ぐらい。あ、コールドデンク。すごくね。めっちゃ綺麗じゃない？ちょっと書いちゃって赤いですけど。毛が一本も見えない。文字で綺麗。見えな。うん。じゃあ次です。無理ね。俺と。やばくね、これ。これもやばいですね。でもこれ。これで？これこのテンションで来てからのガン。ガンではないですね。ガンです。これでもこの存在知らなかったですね。今これ撮って初めて知りました。すげえですね。で裏もこんな感じです。こんな効果あるなんて絶対ちゃんと。これもすごいちゃんとやることにしようと思いました。これで海行けますね。これモテモテです。すごい。で、ミッキーは？自分はすっごい綺麗な女子やん。足が真っ白ですね、自分。やば。え、なんか、もう毛穴は死んでないぞと言わんばかりは。そう、毛穴はもう生えたがってる。主張がすごいね。毛穴はもう生えたがってる。主張がすごい。劇場版。劇場版。毛穴はもう生えたがってる。誰がどうやる？誰がしないか。多分乃木坂4って言うの。やめろやめろ。真逆だ、真逆。やば。おめえの。すっごいもんね。だいぶ真っ白っすね。すごい。でも、それだって、それだ。でも、ちょっとこの差は、これがですね。これが。剃ったらこんなに綺麗な白になると、うん、すごい。まあね、白いのあるけどね、内元にしとく。ちょっとすげえ。ここだけ見たらすごい、いちごみたい。エロいよ、なんかこれわからんよ。ということで、まあちょっと半信半疑でやっていましたけど、はいはいはい、見事こんなにね、いや本当にそう、ガチでね、大成功ですよ。効果あるすごくないですか。すごい自信持てますね、これは。もうこれから夏に向けて、祭りとかないかもしれないですけど、出たい人とかはこういう脱毛クリーム使ってもらって、ザ・清潔感男子にやっていただきたいと思います。みんな使ってね。プシュ美化する脱除毛ミルクネオ、目指せ脱毛男子。本日やることはですね、ノッキリです。